メリカのメディアが、バイデン政権がウクライナに対して射程距離150キロのロケット弾の供与を検討していて、早ければ2023年の春頃には供与する可能性が高いと報じているよ。長距離ロケット弾があれば戦略の幅が広がるし、ウクライナにとっては強硬だね。この供与をロシアがどう捉えるかも気になるところだけどね。さて今回は、ウクライナへ射程 150km のロケット弾が供与されることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナへの供与が検討されていると報じられているのは、GLSDB と呼ばれる 227mm ロケット弾で、すでにウクライナに供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースや、多連装ロケット砲システムマース M207 から発射可能なロケット弾なんだ。GLSDB について詳しく解説するよ。GLSDB とはグラウンドローンチとスモールダイアメターボムの略称で、日本語に直訳すると地上発射型小直径爆弾となるんだけど、単なる爆弾ではなくロケット推進によって飛翔するロケット弾だね。それなのに爆弾と呼ばれている理由は、弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾という航空機用の GPS 精密誘導滑空爆弾を使用しているためであり、この弾頭にハイマースや M207 などのマースで使用する M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせているので、正式には航空爆弾ではなく正式にはロケット弾に分類されているよ。GBU-39SDB は重量250ポンド約 128kg で長さ 1.8 メートル幅 190mm の大きさで、アメリカのボーイング社が開発した航空機用の小直径爆弾スモールダイアメターボム SDB だね。航空機から発射後、折りたたまれた翼を展開して滑空し、GPS 利用の管制後方システム INS によって精密誘導され目標を攻撃する爆弾で、速度の遅い滑空弾ではあるものの厚さ1メートルの鉄筋コンクリートを貫通することが可能とされているよ。GLSDB はこの GBU-39SDB を弾頭として、マース用の M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせた2段式のロケット砲であり、ボーイング社とスウェーデンのサーブ社が2019年に共同開発に成功していて、このサーブ社が弾頭とロケットエンジン部分の接合部分の設計を担当したんだ。ロケット推進ブースターとして利用されている M26 ロケット弾は、MLRS 用の小型クラスター弾頭を持つ 227mm ロケット弾で、アメリカがウクライナに供与しているハイマースや M270 で使用するランチャーから発射することが可能なんだけど、近年のクラスター弾を非人道的兵器として禁止する動きにアメリカが呼応したため不要となって廃棄されつつあるロケット弾なんだよな。この M26 のロケット推進ブースターと GBU-39SDB 弾頭はアメリカ国内に在庫が豊富とされ、それぞれ製造コストが比較的安価であることも利点であり、ボーイング社においては製造するための主要コンポーネントがアメリカ国内で調達可能なことから、断続的かつ大量供給が可能としており、ウクライナ支援によって余剰弾薬が不足気味と言われているアメリカ軍にとっては願ってもない話であろうと見られているよ。GLSDB は M26 のロケット推進ブースターによって推進した後、弾頭の GBU-39SDB が切り離され、その後 GBU-39SDB は自らの翼を展開して無動力で滑空し、GPS 衛星測位システムの電波情報によって目標の座標まで誘導され、3メートル以内の精度で命中するんだ。また、弾頭部分が滑空して方向転換が可能であることから、360度あらゆる方向に発射しても目標を指向して飛行することが可能であり、目標が山陰などに印されていても攻撃が可能なごとと併せて、発射場所を選ばないごとも大気な利点だな。なお、正式名称を日本語で爆弾と直訳すると単なる航空爆弾と間違われる恐れがあり、日本で呼ぶ場合には地上発射型 SDB とするか単純に GLSDB とした方が、この兵器の性能をよく表していて良いとの指摘があるね。ウクライナ軍にはこれまで、ハイマースや M207 用の長射程ロケット弾として、GPS-INS 精密管制誘導によって射程 90km の M30、
M31 の2種類の G マースグービドマルティプルローンチロケットシステム誘導多連装ロケット砲システム用ロケット弾が供与されて、ロシア軍の後方兵站集積地や補給路などを攻撃して戦果を上げているんだけど、ウクライナ側はこれら G マースよりさらに後方を攻撃可能な長射程 300km の、MGM-140A タクムスアーミータクティカルミサイルシステム A タクムスの供与を要求していたんだ。しかし、バイデン政権は、ロシア国内の奥深くまで攻撃することが可能となる A タクムスの供与は、ロシア側をいたずらに刺激してエスカレーションを高めることになるとして、ウクライナへの供与を拒否していて、万が一の間違いを防ぐために、ウクライナに供与したハイマースや M207 においては、A タクムスが発射できないように改造しているとの情報もあり、この GLSDB が供与されることになるかどうかについては不透明だな。この射程 150km の GLSDB がウクライナに供与された場合、ウクライナ軍はこれまで以上に前線のより後方にあるロシア軍の兵站施設や司令部などを攻撃することが可能となり、たとえヘルソン市周辺からロシア軍が塹壕などを掘って防御陣地の構築を急いでいるとされているクリミア半島北部や、要塞化を進めているとされているザポリージャ州メリトポリなどに対して、ピンポイントでのロケット攻撃が可能となるからね。さらに、ヘルソン州全土を奪還して、ウクライナ軍がアゾフ海沿岸に達することができれば、クリミア半島とロシア本土との間のケルチ海峡を結ぶ重要な補給路であるクリミア大橋も直接攻撃して破壊することが可能となるため、バイデン政権としても供与については慎重に検討せざるを得ないのではないかとの見方もあるよ。また、この GLSDB を急速に大量に製造するには、これまでとは異なる生産ラインの構築なども必要であり、もし供与されることが決定したとしても、やはり実際にウクライナに渡されるのは2023年の春以降になると見られているぜ。なお、アメリカ軍ではハイマースと M270 で使用する最大射程 150km の新型ロケット弾として、ERGMLRS 射程遠心誘導型マースと呼ばれる M403 と M404 と、呼ばれる新しいロケット弾の開発が進められていて、2023年春頃には生産開始が予定されているな。アメリカ軍が GLSDB と同じ射程距離の ERGMLRSM403 と M404 の開発わざわざ進めていた理由は、GLSDB では戦術したように、滑空時の空気抵抗によって飛行速度が低下して遅くなるため敵の迎撃を受けやすくなることが弱点とされている他に、最終突入速度が遅いために貫通力も弱くなることなどが問題視されているためみたい。ただ、この先に実戦での試験を実施した上で迎撃突破にさほど問題ないようであれば、コストが安い GLSDB の再評価が高まって、ERG マースと供用される可能性は残されているよ。しかし、ウクライナ軍はこれら長射程ロケット弾の供与を受ける前に、どうやら 1000km も離れたロシア軍の拠点を攻撃する術を獲得していたらしいよ。12月5日、ウクライナ領内から発射されたとみられるドローンによって、ロシア国内の2カ所の空軍基地が攻撃を受けたとしてロシア国防省が発表したよね。ドローンによる攻撃を受けたとされる3つの空軍基地のうち1つは、首都モスクワから南東にわずか 200km ほどのヤザン州にあるジャーギレボ空軍基地で、この基地はウクライナ領内から 500km 以上離れていて、もう一つのロシア西部サラトフ州のエンゲルス空軍基地に至ってはウクライナ領内から 700km 以上の距離があるんだ。ロシア国防省の発表では、攻撃に使用されたドローンは旧ソ連において1970年代後半から1980年代にかけて使用されていたツポレフ141ストリーフとされていて、1989年までに退役していたものの、140機ほど生産されたうちの大半がウクライナ国内に残されていたとされ、ウクライナ軍では2014年に勃発したドンバス危機などで現役に復帰させて使用していたよ。ストリーシュはターボジェットエンジンによって、最高時速 1100km、巡航時速 1000km、航続距離 1000km の性能を持ち、長距離飛行が可能な偵察用ドローンで、ウクライナ軍はストリーシュの偵察用機器を収めるスペースを弾頭に改造し、
最新の誘導システムを搭載することで高度半径 1000km のジェット推進攻撃型ドローンとして運用し始めたのではないかと見られているんだ。ウクライナ側はこのドローン攻撃が自分によるものとは認めていないが否定もしておらず、ロシア国内においては国内にある軍事施設を攻撃される懸念が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。